ケビン。さあ、ケビンですよ。ケビンですよ。ケビンですよ。いや、もう大正解っすよ、このキャラ。大丈夫っすか、これ。このゲームにおいての完全な勝ち組にいるキャラっすね。さあ、お互いに、まずはゲージを作る。欲しいと。さあ、しっかりしている。ゼロ牙を着地に刺して、中断。さあ、立ち、新が突が。さあ、だが、こっからはケビンの怖いところ。さあ、どうなる。食らってしまった。からの、潜在版のアドリングフリーザー。からの、さあ、最後は投げ、コマ投げですね。さあ、このキャラの画面端はとっとと逃げるか、暗い逃げした方がいいぐらいやばいっすよ。さあ、追い詰められるのはガトーなんだけど、こうなってしまうと逆に画面端が近づいてしまうという恐怖、怖いっすね。さあ、ここから画面端まで行ってしまう。さあ、お決まりのこのコンボ、トップ消えるかな。トラップローターしっかりしています。おお、さあ、タワツキは見てからですね。これしっかり出してます。フーキャンタッチ、あれゼロキバー出せたらだいぶ良かったんですけどね。さあ、ケビンもゲージ作っちゃった。時間も少ない。ガーキャン潜在ガトリング。ということで、じゃあディバニーチーム初心者は一周しちゃいましたかね。ね、二周目武井徳さんは昔やってらしたんですかね、こちらのゲーム。やってない。ドラさん、ドラさん出番よ。ドラさん出番。ドラ、最後はティバニーチーム初心者が一周してしまいました。それに対してまだこっち3人残ってます、初心者。これも状況によっては罪の状況になるんですけど、あ、一応ちなみに画廊の紅白戦に関しては最後の大将に出てきた人は一応連勝制限解除なんで、はい、罪にはならないんですけど、まあ、なかなか厳しい戦いになるかもしれませんね。さあ、ドラゲージを貯めて、さあ、しっかりしてる。ジャンディがゼロキバーだが、トップギリギリ入らないこの状態だが、ケビンのワンチャンからがとにかく怖い。この高さなら、おっと、潜在ガトリング。さあ、こっからです。おっと、もったいない。さあ、出なかった。さあ、今2回勝ち確保を逃したドラのガトー、これはきついのか。さあ、それ下段です。さあ、タッチビー。さあ、何回もミスってしまってる。まあ、ケビン戦は精神的なプレッシャーもあるんでね、仕方ない。さあ、ガーキャントラップ。疲れた、疲れた。さあ、皆さん、トラップロータ下段ですよ、下段。さあ、アレスト、しっかり補正入れてる。それ最高ですね。モキーン、このダメージ。だが、もうケビンのワンコン圏内。おっと、これはしっかり見てる。どうだい。さあ、ということで、タケトクさんは今何連勝だ。2連勝。はい、双葉さん、
双葉さん。じゃあ次で双葉さんが倒したとしても、まあ竹徳さんは3連勝制限ということで、一回ストップですね。同じキャラでもいいです。同じキャラじゃなくてもいいです。おっとジェニー。あるある。北斗はね、女キャラ使えないからね。こういうところで女キャラ使った方がいいです。さあ、さあ、双葉さん、改め若葉マークさんはジェニーを使ってますけど、さあ、きっちり動けてますね、ハリアが強いっていうのは。知ってるだけでもジェニー使いっぽいっすよ。だが、相手はケミン。さあ、ほら、よっとどうだい。さあ、投げで切り返す。さあ、きっちりしてる。おっと、ブレーキング失敗したのにコパントラプローター下段です。まあ最後は削りだったんでね、まあ、それでもしょうがなかったか、ね、削りじゃなくてめっちゃ立ってたじゃん、まあ、まあでもケビン強いっすからね、あのトラップが下段っていうのは。さあコパンから先制ガトリング、エルギアムイドさあ禁止トラップ、おっと C で出てしまった。あー、若葉マークさんとしてはこのトップをどうにかして頑張って維持して体力取りたい。大丈夫かな。はい、ダッシュ取ります。さあ、カボチャ取るんで道上げてください。さあ、この高い位置は確定、格好の標的になってしまいます。コパントラップ、さあ、木徳さんの警備員が3連勝。さあ、今の出し切り、いや3発目まで頑張って出すわっていう感じでしたけど。じゃあ続いて俺のチームは、なんだこれ、なんて言うのか、記憶連儀の大眼、大眼さん、これはなんて言うの、リッサン、記憶連儀、リッサンお願いします。あ、なるほど、リセットしちゃうか。でももう死ぬから大丈夫だ。さあ、これはなかなか面白いものが見れそうなんだが、さあ、フリーマンとどうぞ始めちゃってください。めったりないっすよ。まあ、あの前からず、結構レデンさんとかが言ってたんですけど、これこの同キャラだけはやばいっすよ。なんて言えばいいのか分かんないですけど。さあ、フリーマン、もうお互いに格ゲーの強い部分をいかに出していくかっていう感じですからね。リードしてるのはダイガンさんのフリーマン、ダイガンさんが髪赤い方ですね。おっと出ないようですね、なかなか。まあ、このゲームラグとかあるんで、実はあの三段技とかちょっと出しづらい部分はあったりします。はい、台車取ります。道上げてください。だからリードしているのはダイガンさん、リッサンはまだ TOP がある。さあ、フリーマン同キャラについてなんですけど、 VOD をジャストした時の、攻防が実は面白くてですね、VOD をジャストして、さあ投げて、ジャストされた側はまたなんか出し切ろうか出し切り前かっていうので迷うし、ジャストしてる方もガーキャンで VOD 出そうか出さないか迷っちゃうっていう、なかなか面白い組み合わせですね。ディレイもありますし。さあ、しっかりガーキャン VOD。 上下げ、さあ上下げフルブラスト、こっちはいいヘリ本当してますね、フリーマンとは思えない。そうですね。さあ、べったり地上戦、ここはフルブラスト、はい、出しております。あの目押しがすごくむずいんですね、俺もなかなかできない。刻みすぎると遠くて入んなかったですね。そうなんですね。そこが残念なとこで。さあ、2本使って歩いたが無情にも歩いた置き攻めクリーピング、歩くのはこうやるんだよと。
かかったのはダイガンさんですね。おめでとうございます。さあ続きまして、ラックさん、ラックさんお願いします。さあラックさんが入りますと、グリーンマン対対するはグリフォン、まあ、お互いにチームリーダーがマイク握った方が面白いんじゃね今思ったけど、あ、嫌なの、嫌なの、嫌なら嫌って言ってくれ。はい、嫌ならいいです。てか何も言わずに今仕方されたのかと思ってささあこの組み合わせフリーマン結構辛そう。いやでもこれゴブじゃないジャスティスアイテムこのヘリトップ中、さすがのグリフォンさんですね。これはどっちもどっちな組み合わせだよね。どっちもあのやられると辛いことがあってっていう、そういう組み合わせですね。ほんとゴブだと思います。これはフリーマンにまとわりつかれるとグリフォンはすごい辛いですし、かといってあの長い牽制技でペシペシ前以外からコチ君がやられてもフリーマンは辛い、辛いと、いかに自分の得意な状況に持っていくかじゃないですかね。まあ自分が有利な距離で どんだけ戦えるかって感じですかね。あとはトップ、あーすあーすあ、ごめんなさい。さあきっちり死ぬ。さあさっきとは1点フリーマンがかなり有利な状況。さあヘラクレススルー大好きですね。あれ実は発生がすごい遅いんで使いづらいんですけど、それを逆手にすることもできるんですけどね。さあ一転してダイガンさんが押している。さあ壊し、さあラウンド取り合って最終ラウンド、かなり面白いですねこの試合。そうですね、フリーマン姿勢が低いんでグリフォン あの地上攻撃とかを時々使うことができるんです。おお、ナイトメア、さあ出たぞビッグフォールグリフォン、このヘリやばい、さすがの2ヘリ、さすが、しかも TOP 中ですからね。いや この納得のヘリっすね。おっと出ない、だが橋を背負ったグリフォンどうなる、ワンチャンある、2ゲージあるんで大逆転の要素ありますよ。さあめくりジャンシー、ジャンシー、ジャンシー、勝ったのはラクサグリフォン。じゃあ次は誰を出しましょう。これどうしよう、えハセクラ行く、あ帰らないといけない、あそうだ、なるほど、じゃあハセクラお願いします。いや素晴らしい、終電やばい人とか言っていただけるとあの先に出しますんで。そうですよ皆さん、田村さんのように終電をパラしちゃいけませんよ。ハセクラロックバーサス、あすげえ、これはラックさんのグリフォン、今うまいっすね、ポセイドン透かしてジャスティス。さあこれはコロッサススペシャル、どのコロッサススペシャルか分かんねえけど、あコロッサスさんの108つの煩悩の数と相反する、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 何でもない、タンさん意味分かって使ってますか大丈夫ですか、それっぽいこと言っただけです。さあリードしているのはハセクラロック、まあこの組み合わせさっきと一緒ですね、触れればロック側に分があるんだと思いますが、触れる距離に行くのが大変みたいな、まあそうですね。さあポセイドンウェーブ突き刺さってライシング相打ち、さあこう、おおジャンプ B、 あのジャンプ B がクセモノであれ強いですね、うん、あのグリフォンとかあのジャンプ D とかの発生前に食らってペシーンって潰れることがよくあるんですよね。壊したらシャインナックルは難しいので出ないけど、さあ減らせれるんだったらさあライジング、さあこの中段トップなんとしても守りたいけど、さあコーパンを振り回している、なぜかパナスよくわからない、いやむしろありないだろないだろさあこれはグリフォンがきついけど、さあビッグフォールですよね、吸った、死なないコーパン、すごいよ今日潜在版も通常版も見たよビッグホールいいっすねポセイドン、ポセイドンジャンプした通り突き刺さった
さあライジング、しっかりしてます。さあライジング、アクティブ回していたんでしょうね。さあしゃがみからの、さあしっかりしてます。ジャックキャンシャイン、だがこのダメージ、最後はまあ小判こすりで勝ったのはダックさんと、ね、どうしよう。素晴らしい2連勝どうしよう、いいよ、やっとか、出しちゃっていいよ。中級者くらいのグラントさんお願いします。中級者くらいのグラントさんはどちらに行ったんですか。タオキさん出番、俺出番、はいお願いします。ちょっとさあやってきてまいりました、グリフォン対グラント。あの正直な話、絶望でしかないですね。相当厳しいですね。グリフォンが涙出るほど辛いです。これジャンプ D 全部ジャスト取って崖イカロスすれば勝てるよ。まあ確かに理論上、理論上、あとジャンプ D の反応遅れたら前、おおすげえ気合でカバーするしかない、この組み合わせ。ああでもリードしてるのグリフォンが、めくりからジャンディ、めくりからコパコパエンゲスリー、まあ、グリフォン相手にこれだけ減るんでね、やはりこの商品は強いですね。さすがっすね。エンシジャンディ完全にガチムチパンツレスリングだこれ。さあラリアットカウンターヒット、さあスローマシン、タイミングを遅らせてビッグフォール。さあこれがさんもよくやりますね、あれ、これが勝利の執念、暴れ読みの吸い込みジャスティスカリケンは素晴らしいですね今。さあ着地の使いしっかりコパコパ円月に、これはトップが消えてしまう。さあガン攻め、ガン攻め、圧倒的、これがもうグリフォン・グラントの辛さですね。でも逆に今しんどいてよかったなって思うのが、グラントまだ一本切りじゃないんですよ、もうすぐできちゃうんですけど。さあジャンディ、まあ、実際もねグリフォンじゃねえや、グラントバーガーシャンはジャンプにかなりクセモノなんで。さあコパコパ円月にしっかりしてます。しかしトップがお互い切れてますね、まあ、切れてるんで、まあ言うほど大ダメージが、お互い切れちゃうとさすがにグラント有利な気がするけど、結局この組み合わせは体力有利な方がかなり優勢になれる組み合わせですんで。さあジャスティン再建、多分今ビッグフォールが出てればって感じでしたね。さあリードしてるのはアクサのグリフォン、どうなる、密集施設コパコパ円月が出なくて突進になっちゃったけど、ダメ勝ちしていた。いやー最後はもったいない、勝ったのはタラキさんのグラムスですね。バリカタさん、あれは諦めずにあのビッグフォールを回しておけば5段階を吸ってくれた可能性もあったんですけどね、ちょっと惜しかったですね。いやでもラクサ素晴らしかったです、マジ見てて湧き上がった、完全にプロレス素晴らしい。あ終電ですか、お疲れ様です。さあ続いて出てくるのはバリカタさんのマルコ、これティマニーさん大丈夫ですか、うちのチーム相手の上級者引きずり出せなく負けるとか。いやー楽だなこれ、あの初級者の方々が強いよこれ、ね、さあトップを切ることもなく倒していったワンラウンド。ちなみになんですけど上級者が対処ダメですよ。何言ってんの、ありなお前どんだけ紅白戦出てんだよなぜみんな紅白戦出てるのよ、こんなにルールを理解していない、アホか。いつもチームリーダーやらないでさ、のほんとしてさ、非協力的だからルール分かんなくなっちゃうんだよ。いや、まあ、確かに。さあ2回とトップを切ることもなく勝っていったタバキソのグラント。さあテフニチームまずいですよ、あと2人しかおりませんよ、初級者、あの
かなり今までにないくらいの大ピンチです。紅白戦はじ俺が来始めてから紅白戦始まってねえだよこれ。なるさん、ちなみに多分こんなこと今までそうそうなかった。お前攻撃魂読んでる場合じゃねえぞお前相当やばいぞ今。まあさすがにここから上級者引きずり出せずにっていうのはなかなかないと思うんですけど、まあ確かに。さあ最後グラント対グラント、何よ俺今日ルーレット出るつもりだったんだけど負けたくないからグラント使おうかな。ありや、負けんの嫌いだからさ。さあ黒い方がタロキさん、そして黄色いカラーがナルさんと。さあコパンコパン AC は黄金連携ですね。暴れる相手によく当たります。円月輪が出なくて、ハテン見てるけどそこはハテンなんだった。コパンコパンからさあコパコパ円月にとりあえずトップ切っていくと。さあ逆転の糸口を掴んだ形だけど投げ漏れですね今。ああそれはまずい。さあ上り攻撃出しちゃうとガードも空中ではガードもジャストもできないですからね。あれ当たった瞬間もメッシュ施設出すしかないんですよね。そうですね、キャンセルをかけるしか逃げ道はないです。さあメッシュ、さあめくりジャンビー、おっと円月力出さない、ハテンだよく見てる。さあしっかりコンボ、胸板胸板魔壁ですね。おっと勝利が出ない。さあハテンだ、なぜ潜在版。最後は AC ときっちり3連勝お疲れ様です。でまだもうワンライフあるんで、ちなみにこれでまあタナチーム長谷川さん以外やっと1周が終わった状態です。はい、はい、対する我らテフニチーム初中級者、最後のワンライフです。坂本さん、お願いします。いや、どうしようかな。まあ、たまにこういうことあるけどね。ハルカツさん、お願いします。お願いします。で、コンティニュー画面になったらスタートボタンを押してください。あの、りょ、はいはい、あるある。あれ、ガトーのレッキーやん。あれキャラごとに違うんで。何が？上級者途中で出さない？出さないよ。ガロー。さあハルカッチロックバーサス。さあ坂本ガトー。さあこれはガトーのゲージためとロックのゲージための効率の悪さが如実に出てしまう組み合わせなんですけど。さあまだお互いにワンゲージ持ってるような感じ。さあ先にトップ入ったのはロック、ジャンシー空大空からちょっと着地の円月輪はミスってしまったが、まあ気がつけばゲージ、ま、もう溜まってますよと。ガトーの強いところはあれですよね、まあ、あのゲージ気にせずゼロ基盤いっぱい出すっていうのが、そうですね、本当に初心者にはガンガン超ヒデを使ってガンガンゲージを作ってみたいなキャラクターなんでね。そうさあ何回も当てれればそら強いわっていう、3回当てれば押せますからね基本的に。さあ時間が残り少ない、ここは緊張ですね。さあ中段、さあおっとどうなる、残り0秒、最後ジャンピーが噛み合ったのでロックが勝っているでしょう。ハルカチさんのロックが1本取っていく。さあ今のはうまいですね、これは大きいですよ、はい、このゲーム何度も言いますが0秒が長いです。 R さんもよく言ってます、ぶっちゃけ2秒ぐらいありますよ、はい、2秒。さあ0秒なのに2秒とはこれいかない、0秒とは何だったのかと。本当っすね。さあ中段0キバ確定です。さあ C 投げからのさあダブルレップ剣、さあヘリとしては十分。さあ着地にしっかり刺していく潜在版ゼロキワ、ゲージがあるんでまだ、おっとやってしまった、立ち芯が突すか、意地で何度ももぎ取る。さあお互いゲージがない、
さあこれはどうするか。ゲージなしで戦うのも手ですが、ロック対ガトーだったらもうお互いゲージためめに走るのも手ですね。でもありなんすか。あ、ご飯来たの。さあ体力が同じくらい、ゲージもお互いある。お互いトップも残っている。ゲージもある。刺されば分かんないこの体力差。着地ゼロフレームにゼロキマー。体力リード坂本さんのガト。テウニーチーム最後の初級者。確かにまだ逆転の可能性は全然ありますよ。さあロックがゲージを吐ければ、分からない。さあゲージ作って意地でも通すしかない。さあこう壊したもすぐに潜在者に足りない。時間は間に合わなかった。惜しい。いや熱い熱い。いや素晴らしい。惜しかった。いや惜しかったっす。はい、タバチーム大ガンさん、大ガンさんお願いします。